今日はアニスバジルの植え付けを紹介します。今8月の初めですが、バジルの種類が今植えるとどんどん大きくなってくるんで、たくさん植え付けをしています。前回はスイートバジルを紹介しましたが、今日はこのアニスバジルを植え付けします。でこのバジルは豚肉の料理によく合うバジルで、ソーセージとかとも一緒に、朝によく食べてます。でもう一つは中華スープに入れると独特の香りがして、我が家ではその中華スープに入れるっていうのがこのバジルの楽しみ方の一つです。でこの株は6号鉢に3週間ぐらい前に植え付けたんですが、もうこれだけ大きくなってきて収穫を楽しんでます。で今日はこの5号鉢の方にこのバジルを植え付けしていきます。で植え付けをしていきます。でこれはもういつも紹介しているバジルと同じ要領で、植え付けしていきます。これも緩効性の肥料をこうやって入れてあげると元気に育ってくれます。5号鉢なんで4つか5つぐらい。であとはたっぷり水を与えて植え付け完成です。で収穫の時はこうやって下の新芽を確認して、でこの辺りで切ってやってください。でこの5号鉢で育って根が張ってきたら、一回り大きい鉢かもしくは7号鉢ぐらいの大きさの鉢に植え替えしてやると、またこんもりと育ってきます。でその時は前スイートで紹介したように半分ぐらいに切り詰めて、収穫兼ねて切り詰めて、植え替えをしてやってください。もうこれも 2,3 週間すればすぐ大きくなってきます。これぐらいの大きさになってきます。であとは中華スープでこのバジルを楽しんでみたいと思います。今日は豚のバラ肉とエリンギを使って、中華スープを作ってみました。ここにアニスバジルを入れて、楽しみます。これですね、美味しそうでしょ。これね、今収穫しましたけどね、ちょっと洗ってやるのがこれ、これぐらい入れてもらったら柔らかいところばっかりこう入れるでしょ。こうしてこの葉っぱと一緒に食べてもらったらいい。すごい良い味ですよこれ。美味しいですね、やっぱりアニスの香りがして。私はね、これラーメン食べる時にもこれをガバッと入れるんですわ。本当ものすごいいい味が出ます。